しょう。なあ。新一。お父さん。あ、おっちゃんまで。あ、どうだここは。いうことなのこれ。さっぱりわかんねえんだ。何も思い出せねえし。袖にここで、もう何なのよ。だから知らねえって。ああ、携帯圏外だ。親愛なる新一様、私はあなたのファンです。あなたの活躍を見てきました。あなたは素晴らしい探偵です。このホワイトルームはあなたへのプレゼントです。何それ。わかんねえ。ただ俺たちが誰かに拉致られたってことだけは確かだな。何のために私たちどうなるの。なんとか言わんか探偵坊主。だから考えて。この日付は確か俺が以前殺人事件を解決した日だ。もしかしてあの有名カメラマンが妻の妹のモデルさんを愛人にしてた。そう、あの事件だよ。やっぱりダメよ。これ以上私お姉ちゃんは裏切れない。桃子、坪内さんは私のお姉ちゃんの夫なのよ。もう終わりにしよう。カメラも返すね。まさか他に男できたのか。なんでそうなるのよ。そうなんだな。違うって言ってるでしょ。いい加減に。泣きやめて。もしもし。ああ先生ですか。もうすぐモデルの相田さんのマンションに着くんですけど。え、どうして。何忘れてるんですか。今日16時から撮影って。そうだった。あ、そうだった。おはようございます。前田さん、いますか。あれ、
開いてますね。何？やめろお前、やめろ。ありがとうございました。一体ネイルやってもらうのに何時間待っちゃいいんだよ。日が暮れるぞ。いいでしょ、たまには。その子がせっかく無料券くれたんだから。大体なんでそれに俺が付き合わなきゃいけねえんだよ。だってネイルしたての手じゃ夕飯のお買い物袋持てないじゃない。結局荷物持ちかよ。あんな爪ネイルだけならな、こうやって見りゃ済む話だろ。もう全然分かってないな。こういうのは鏡に映して全体のバランスを見るのが大事なの。とにかく俺は絶対もう付き合わないからな。うわぁ、なんだあの声。大丈夫ですか？しっかりしてください。痛い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 。どうしました？暴漢に、暴漢にやられた。人より相田君を。相田さん、しっかりしてください。相田さん、相田君は残念ながら。相田君、なんてことだ。目を覚ましてくれ相田君。相田君、どうでしたか？だから恋愛経験豊富なおっちゃんのアドバイスが欲しくてさ。一人暮らしの女性が彼氏がいたかどうかって部屋のどんなとこをおっちゃんならチェックする？何？おい、立て坊主、お前今どこで何してんの？いいだろどこでも。それより大人の男らしいアドバイスズバッとくれよ。定番は歯ブラシ、それからトイレの便座、あれが立ってたらそれはもう怪しいな。それからな、男っぽい趣味のものがあるときはそれは彼氏の影響で始めましたってことも多いな。いやいや、あの私の方といたしましてもですね、あのそういうことで非常に悲しい思いをしたことがございましてですね。サンキュー。彼氏付きの女性であるとかそういう方とご交際の予定がございましたらですね、あのぜひご用心なさった方が、あのマジになったときに最後にはもう泣きを見るのは本当男の方、本当男の方なんだから。でも切れてるし、消えてるし。いや、君は来ない方がいい。ショックが大きすぎるよ。お腹の子供にも良くない。とにかくお父さんとお母さんに連絡を。なるほど。いきなり中から飛び出してきた男に殴られた。はい、殴られたショックで目の前が真っ白になってすごいパワーでした。岸さんを襲った凶器については？わかりません。でも鉄の棒かなんかだったと思います。鉄パイプかなんかかな。その殴られた時なんですけど、あ、紹介が遅れました。僕は工藤新一、帝丹高校に通う学生です。高校生探偵の工藤新一くんです。今回も捜査に協力を。え、あの名探偵。岸さんのお話の通りですか？坪内です。相田くんの義理の兄で。義理のお兄さんというと？はい、妻の妹にあたります。仲のいい姉妹でね。これは坪内さんと奥さんの結婚式の写真ですか？ええ。へえ、素敵な写真。こういう結婚写真憧れちゃうな。え？おうん。そう？私は興味ないんだけど。あ、そっか、そうなんですか。それより刑事さん、犯人はまだ見つからないんですか？僕らを殴って逃げてからまだそんなに経ってないんでしょう。今鋭意捜索中でして。絶対に逮捕してください。額に傷のある大柄の男でした。髪は黒の短髪、すごく凶暴だった。額に傷があり黒髪の短髪、どっかで聞いたことあるような。それって連続強盗で指名手配の紫の特徴に似てない？それなら地下に指名手配のポスターがありましたよ。そんなのあった？高木君取ってきて。はい、了解しました。顔写真なら携帯で出ます。なるほど。どうですか？とっ
さのことなんで断定は。でも似ている気がします。すぐに緊急手配しましょう。指名手配犯よ、もうずっと前から手配されてる。妹さんはどんな性格でしたか？明るくて社交的で友達の多いタイプでした。ずっと海外生活をしてましてね、日本に戻ってからファッション誌で活躍しながら僕の作品作りにもモデルとして協力してくれていて、とても美しくて優秀な女性でした。誰かに恨まれているとかは？まさか。あの犯人は強盗なんでしょ？なんでそんなこと聞くんですか？実は僕は違うと思ってるんです、強盗。え？坪内さんもご覧になったように相田桃子さんは首に手で絞められた跡がありました。しかしお二人を襲った犯人は鉄の棒状のものを持って押し入った。なら相田さんもその棒で襲えばよかったはずなんです。それなのにどうして犯人は首を絞めて殺害したのでしょう？凶器があるのに使わないなんて変ですよね。どうですか？首を絞められたことによる窒息死で間違いないらしいよ。それと散乱している遺留品から花粉が検出されたって。花粉？あ、この花の。カサブランカよ。花言葉は分かるか？それは威厳じゃないかな。事件とは関係ない。やっぱり強盗じゃないかな。額に傷ってそうそういないと思うんだよな。うん、やっぱり室崎で決まりじゃないかな。でもね、高木刑事、よく見てよ。この素人のような荒らし方、プロの物取りの犯行とは俺にはちょっと。うん、でも中から見知らぬ男が飛び出してきたんだよ。二人が目撃してる。そうなんだよね。岸さんと坪内さんの二人が遭遇したという不審者の正体は何なんだ？一度家に戻ります。身重の妻のことが心配なので。妹をいきなりこんな形で失ってしまったんです。どれほど大きなショックか。待ってください。まだ何か？一度妻のところに顔出したらまた署の方へお伺いしますよ。それではいけませんか？いや、大したことではないんですが、ちょっとだけ気になることがあって。お二人が来た時、ここの玄関のドアの鍵は開いていたんですよね？ええ。鍵はどうして開いていたんでしょう？あれだけの物色をしている間、泥棒なら普通は怖くて鍵を閉めたままにしておきそうですけど。ちょうど出ていくところだったんじゃないんですか？ちょうどそこに坪内さんと岸さんが現れた。タイミング良かったんだか悪かったんだか。工藤君、さっきから何を気にしてるの？実は同じことを何度も考えてしまうんです。本当に強盗なんかいたんだろうかって。え？え？この室内の荒らし方は素人のものです。この事件は強盗の仕業に見せかけた殺人事件のように思えて仕方がないんです。どちらにしろ私たちを襲った奴が犯人なんでしょう。奴は部屋の中にいたんだ、それは間違いない。額に傷のある大柄の男、髪は黒の短髪。そうなんですよ、そこがわからない。名探偵と評判らしいが、高校生は高校生だな。私は警察のきちんとした捜査を希望する。高木刑事、佐藤刑事、よろしくお願いします。では一度失礼します。あと、もう一つだけ。何かな？これは何ですか？随分と大きなものですが。これはストロボだ。どうしてこんな大きなストロボがモデルさんの部屋に？これは私のだ。彼女が撮られるだけでなく撮る方にも興味があるというので貸してあげていたんだ。へえ。ちなみにこのストロボ少し温かいんです。相田さんが使ったんでしょうか？彼女はカメラの勉強をしたいと言っていた。そういう可能性もあるかもしれないね。もういいかな？では失礼。いや、やはり変だ。何がですか？この部屋にはあるはずのものがない。
ないって何が？カメラです。は？相田さんは撮影する方にも興味があった。暗室まで作られていた。ストロボにはまだ熱があった。それなのに肝心のカメラがない。不思議じゃないですか。物取りが盗んだのかもしれないな。いや失礼。何してんだよ。ん？あれ？これ向きがおかしい。これじゃ半分しか映んないじゃない。そうか、そういうことか。ラン、ありがとう。え？何が？何か分かったのかい、工藤君。見えたんですよ、たった一つの真実ってやつがね。実はどうしてストロボに熱があったのかずっと引っかかってて、そしたらさっきランが答えを見つけてくれました。あ、なんだいそれは。工藤君、玄関の姿見の鏡ですよ。体が半分しか映らない、角度が歪んでいるんだ。ちょっと失礼。分からないな。今の2つを使えば存在しなかった犯人をあたかも存在していたかのように見せるトリックが完成するんです。まず犯人はドアの死角となるところにこの大きなストロボを設置した。そしてこの姿見を斜めにして調節する。あとはタイミングの勝負。岸さんがドアを開けたその瞬間、犯人はそのスイッチをオンにする。と、どうなるか。強烈な光が岸さんの目を直撃し、彼から視力を奪う。ん？ちょっと待って。ならやっぱり犯人はこの部屋の中にいたんじゃない？そうじゃなきゃこのスイッチを押せないじゃない？いや、ストロボっていうのは遠隔操作ができるんだ。プロのカメラマンなら誰でも使う技術。そしてこのストロボは坪内カメラマンの私物。彼のカメラのストロボ機能をオンにしてシャッターを切れば、このストロボは赤外線でその信号をキャッチして光るんじゃないかな。坪内さん、あなたのその首からかけているデジタル一眼レフカメラのシャッターを押してもらえますか。坪内さん、お願いします。何か分かんなくなる。そして犯人はその光と同時に持っていた凶器を岸さんの頭上から落とす。身長差があるのでこういう風にすれば前から衝撃が来る。岸さんには何が起こったのか分からなかったんでしょう。ちなみに凶器は多分三脚。プロのカメラマンならいつでも持ち歩いてるものだ。ちょっと待て貴様、それじゃまるで。そう、相田桃子さんを殺した犯人は坪内さん、あなたです。よくもそんなデタラメが思いつくものだ。名探偵が聞いて呆れる。否定するわけですね。ああ全くくだらないね。君が得意げに披露したトリックはあくまで可能性の一つを指摘したに過ぎない。でもな、人を犯人扱いするには動かぬ証拠ってやつが必要なんだよ。あなた相田さんと付き合ってたんじゃないんですか。奥さんの妹さんなのにこれは立派な動機になりますよ。ふざけるな。俺は証拠を出すと言ってるんだ。それに私は妻を裏切ったことのない。あなたはやけに一度この現場から離れたがる。それは動かぬ証拠を隠蔽するチャンスが欲しいからなんじゃないのかな。ふざけるな、それもただの憶測だ。なら聞くけど、あなたのそのカメラバッグ
カメラ本体をそうして肩からかけているのにもかかわらず、どうしてそんなにパンパンなんですか？くだらない。プロのカメラマンはな、いつだってバックアップ用にもう一台カメラを持ち歩いているんだ。ただ、それだけのことだ。フィルムカメラじゃないですか。それもクラシックのカメラだ。普段はデジカメでお仕事されてるのに、フィルムカメラをバックアップカメラに。悪いから。坪内さん、残念ながらその嘘は通りません。何？僕の推理はこうです。このカメラこそこの部屋にあるべき相田さんのカメラなんだ。とにかくあなたは相田さんを殺害した後、このカメラの存在に気づき、それを持ち去った。このカメラの中にはあなたの犯行の証拠となる写真が残ってるんじゃないですか？そんなバカな。なら、このカメラ調べさせてもらってもいいでしょうか？もしこの中に犯行に関わるものが全く映ってなかったらどうするんだ？そん時は探偵を廃業しますよ。新一、大丈夫なの？ああ。分かった。いいだろう。では、真実をこのカメラの中に残っている写真に答えてもらいましょう。お願いします。はい。大丈夫だ。犯行の時、俺も桃子もあのカメラを触っていない。何かが映ってる可能性などない。もうすぐです。見えてきた。どうだ、これで分かっただろう。彼女を殺したのは僕じゃない。どこかの泥棒だ。あ、工藤君、一致してたわよ。同じ花粉。 99% 間違いない。花粉？カメラですよ。このカメラのボディに殺害現場に落ちていたカサブランカの花粉が検出されたんだ。ちなみにこの花は相田さんが今朝近くの花屋さんで購入していたことが警察の調べで判明してる。その花の花粉がどうして今日はまだマンションに入っていないはずのあなたのカメラに付着しているんでしょうかね。坪内さん、あなた相田さんを殺害した直後にその手でこのカメラを触ったでしょう。嘘だ。部屋中に散乱している遺留品から花粉が検出されたと聞いてピンときたんだよ。もしあんたがこの部屋からそのカメラを持ち出していたら、きっとそれにも花粉が付着しているはずだって。そして花粉にまでは頭が回らず、そのカメラをずっと自分が持っていたって言い張るだろうって。おそらくそのカメラはあんたと相田さんの親密な関係の象徴だろうもんね。正直に言うと、カメラの中の写真には実は興味がなかったんだ。あんたを足止めし、花粉を調べてもらう時間稼ぎがしたかっただけなんだ。いくらトリックを解明しても物的証拠がなければあんたを逮捕できないからね。違うんだ、俺は悪くないんだ。この女が、この女が俺をもてあそんで、だから俺はこの手で。あんた、それでもプロのカメラマンかよ。この写真を、相田さんが自分で自分を撮った最後の写真をよく見てみろよ。
あ、い、し、て、る。愛してる。彼女はそう言ってるぜ。さっき警視官からも報告があったわ。彼女首を絞められた後もしばらくは生きてたそうよ。坪内さん、あなたが姑息な偽装工作をせずすぐに救急車を呼んでいれば彼女は助かったかもしれないわ。姉と愛する男と彼女はきっとどちらも守りたかった。相田さんは自分のあなたへの気持ちを押し殺して別れを選んだんです。そんなけなげで純粋な女性を、あなたを心から愛する女性を、あなたはその手でこの世から葬った。超能力で彼女を殺すと言ったら、あの事件は確か超能力とやらで私を殺してください。俺は超能力なんて信じない。これは殺人事件だ。今の言葉は撤回しなければ。超能力で彼女を殺すと言うなあ。この真相は絶対俺が解いてやる。